だったら白黒つけましょう。どっちのチャーハンがうまいのか。私も参加させていただけますか。篠宮。この状況はかぐやにとって好機であった。料理対決ということは篠宮のご飯。白金に一遇の好機。この勝負私が預かりましょう。味を。 試食に入ります。これは柿ちゃん。これは春柿ですね。すみません、それ普通の冬柿なのですが。なんかハットラってどっか行ってましたよね。三陸地方にでも行ってたんですか。会長に食べてもらうはずだったのに。まあ気持ち多めに作っておいたし大丈夫でしょうけど。 いいのが意外と最近厳しいな。全部食べきっておいてよくも言えたわね。銃をつけていました。え、篠宮先輩はいい奥さんになるのでしょうね。審査委員長。結構立派な見た目してる。なんでしょうこの旨味は。いや、この卵、卵の卵ですね。面白いこと考えますね。石神君。いえ、スーパーで買った卵です。 似合ってきたじゃん。違うならなんであの時笑ったの。この子まだ食べるの。あれ、ニコちゃんどうしたの。美味しかったけど言うのが恥ずかしいって。ほらこいつこういう顔するんですよ。これは黄金チャーハン。このチャーハンは一朝一夕で作れるものじゃありません。何度も 何度も作り続け、何度もこのグナッシャーハンを白金家の鬼追台所事情が。あとグナッシャーハン言うな。私は正直石神君のとどもう会長の優勝でいいと思う。おめでとうございます。負けましたよ。苦しい生活の中勉強を頑張ったんですね。ごちそうさまでした。 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと